堀田大元です。今日はね、1年前の僕の動画にボロカスダメ出しをしてやろうかなと思います。結構ね、僕自分の動画を見返すのが好きで、アップしてからね1ヶ月とか2ヶ月ぐらい経ったものとかを定期的に見返して、ここがダメだったなとか、次ここを直そうかなとか、そういう感じでね、振り返りを結構してます。ただね、1年前の動画とか結構古い動画とかあんまり見返さないので、今日はね、1年前の古い動画を見返して、お前もっとここをちゃんとやれよっていうのを言っていきたいなと思います。で、今日は商品のレビューの動画、 Vlog、 あとポートレート動画ですね、作品チックなポートレート動画、この3つを酷評していきたいんですけれども、もしね、自分のその動画でも同じようなことやっちゃってるなっていう部分があれば、僕を反面教師として見ていただいて、次作る動画ではそこをね、改善してもらえればいいかなと思います。そういう気づきをこの今回の、動画で皆さんに与えられたらいいかなと思ってこれを撮っているので、ぜひね、一緒に最後まで楽しんでもらえればと思います。それじゃあ見ていきましょう。じゃあまずはじめは、ウオナっていうね、カメラクイックリリースのレビューを撮った時の動画です。これね、リュックのこことかにつけて、カメラをカチャってつけるような機材なんですけれども、これのレビューをした時の動画を見てください。まずね、この段階で言えるのは、この商品に何、この名前ウオナカメラクイックリリースっていうのが被っちゃってて、すごい見にくいかなって思います。で、撮影自体はなんか俯瞰で撮ってて、光もちゃんと当ててるんで、まあ、結構いいかなと思うんですが、やっぱこの文字がね、すごい見にくいのがめっちゃマイナスポイントだなっていう感じがします。じゃあ見ていきましょう。ちょっとなんか色味があんまり良くないような気もするけど、ここね、今カチャって入れたところがあると思うんですけど、ここは、生音を入れて、質感とかがね、伝わるようにした方がいいかなと思います。全部ね、音消しちゃってるんで、生音もちょっと入れた方が情報量がね、多くなるかなと思います。ヒゲがやばいこいつ。まあヒゲはいいとして、すごいな、今よりめっちゃ長い。ヒゲはいいとして、ちょっと顔が近いですね。顔がこんなに近いと、ちょっとこんな汚らしいね、ヒゲおじさんの場合は、圧迫感が出ちゃうんで、もうちょっとカメラ離して撮影した方がいいかなと思います。で、可愛いね、女の子とかだったら、まだこんだけ近くてもいいと思うんですけど、おじさんとかの場合は、もうちょいカメラ離して撮影した方がいいかなと思います。で、あとはね、カメラの置く位置なんですけれども、多分ちょっと、こんな感じ、わかるかな？こんな感じで、少しね、カメラから見上げるように自分を撮影してるような、感じがするんですけど、そうじゃなくてね、こういう感じで、カメラと自分の目線同じように撮った方が、いいんじゃないかなと思います。これだとね、視聴者さんからしたらちょっとこう見下されてるような感じに見えちゃうんで、あんまりいい気がしないかなと思います。で、あとはね、メガネなんですけど、こいつはね、裸眼のくせにメガネかけてて、これも伊達メガネかけてるんですよ。で、メガネに、光が、この光の、なんだろう、四角いのが反射しちゃって、ちょっと見にくいですね。ただ、全体的な光の当て方とかは、多分真正面から、当てて、ちょっとペタッとした感じになっちゃってるんですが、まあ光の当て方とかはまあいいかなっていう感じがします。はい、本日はカバンとかベルトにつける、一眼レフカメラ用のホルダーを購入しました。で、これ多分中国製だと思うんですけど、なんていうのかな、ウオナかな、アマゾンの台湾なんでのセールで購入しました。トークがなんだろうな、こうハキハキしてないっていうか、ハキがなくて、目線もなんかね、変な感じなんで、すごいなんか見ててストレスが溜まる感じのレビューになってます。多分喋り慣れてないと思うんですけど、もうちょっとちゃんとこうハキハキ喋って、で、伝えるポイントとかを箇条書きにしてね、これとこれとこれは言わなきゃいけないってことだけを決めて、しっかりと、それを伝えるように動画撮った方がいいかなと思います。これはもうここまでにしときましょう。じゃあ次はですね、 Vlog 行きましょう。皆さん大好きな Vlog 行きたいと思います。で、早速ね、この時点でうわって思うのが、この右上にあるブルバナチャンネルってやつですね。この時は、去年の1月か。この時はブルバナチャンネルっていう名前で多分やってたんですね。
これはいらない。これはもう消しちゃっていいです。はい、じゃあ見ていきましょう。まずここで一つ言えるのが手ぶれがひどいですね。多分どうやって撮ったんかな、ゴリラポットつけて、適当にこんな感じで撮ったんだと思うんですけど、これね、こうパンして撮る場合はしっかり脇締めて手ぶれしないように固定してファーッと撮っていった方が綺麗に撮れるかなと思います。で、多少の手ぶれだったら、編集の段階で、あの手ぶれ補正のね、エフェクト、プレミアプロだとワープスタビライザーなんですけど、かけると、まあ、比較的ね、手ぶれ少なくできるんで、まあ、そんな感じで作った方がいいかなと思います。これもね、やっぱちょっと顔が近いですね。おそらくね、レンズはタムロンの2875のレンズを使ってると思うんですが、2875のレンズを使ってこんな感じで手持ちで自撮りをしてると、ちょっとね、画角的に、やっぱり自分の顔がアップに映っちゃうんで、もうちょっと広角めのレンズを使うか、もしくは横着しないで、あの地面とかに置いて、で距離を取って撮影するのがいいかなと思います。で、この時はね、広角のレンズを持ってなくて、多分タムロンの2875のレンズと、あと 85mm ぐらいしか持ってなかったと思うんで、まあ、こうなっちゃったと思うんですけど、ちょっと画角的にこう合わないなと思ったら置いて撮ったりとか、ちょっと工夫した方がいいかなと思います。動作から車で車で来ました。で、ね、どう持ってきてるって多分ね、飛ばせると思うんですけど、あー、 BGM がですね、歌が入ってる BGM をこれ使っちゃってるんで、歌が入ってる BGM と自分の喋りが重なると、ちょっとね、声が混ざっちゃって聞こえにくいかなと思います。なので、こういう風に喋るときは BGM をもっと落とすか、もしくは歌なしの BGM を使った方がいいかなと思います。あとね、後ろにあの救急車の音、わかりますかね、ピューって音が鳴っちゃってて、その救急車の音と BGM の歌と自分の声が混ざっちゃって、何言ってるか全然わかんないんで、もうちょっとこう工夫して、編集段階でね、工夫したらいいかなと思います。ここもなんか、このこれ、このカットなしの方がいいような気がする。すごいなんか、色味が汚いし、なんだろう、空とか海がもう全部白飛びしてんのかな。すごい見にくいですね。これはもう、入れない方がいいかなと思います。多分、わーとかっていう声を入れたかったと思うんですけど、ここね。この楽しそうな、なんか喋ってるわーとかっていう声を入れたかったと思うんですけど、もしね、それを入れるんだったら、音声だけを抽出して、他の映像とそのわーっていう音声を合体させた方がいいかなと思います。なんかあんまりこう綺麗じゃない色味で白飛びしちゃってる映像はもうカットした方がいいかなと思います。楽しそう。あー、これもうノイズ乗りまくりで、もうちょっと汚い、見にくいですね。多分 S ログ2とか3とかで撮ってると思うんですけど、Vlog で S ログを使うときは結構ね、難しいと思います。露出をスパッと合わせないとこんな感じでノイズ乗っちゃうんで、 Vlog で S ログを使うのはハードルが高いというか、その瞬間瞬間で露出をピタッと合わせていかなきゃいけないんで、なかなか難しい感じはする。今僕がやるとしたらシネ4で、Vlog 撮るかなと思います。これもね、このやっぱり黒いところね、コートのところとかすごいノイズ乗っちゃってますね。これは結構なんか綺麗に撮れてる気がする。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。おお。結構楽しそうでいいですね。Vlog やっぱりいいな。なんか Vlog ってやっぱその日あったことをこう映像に残すんで、すごい思い出す。
もう1年以上前の話なんですけど、この時何やったかとか、あ、ハンバーガー食べたのね、これね。みんなでハンバーガー食べて、すごい美味しかったの覚えてますね。この辺ちょっと飛ばしますか。あ、この日ね、ドローン持って行ってて、この撮影した直後にドローン墜落して、粉々になりました。その映像もね、あるかな。あ、ここだ。ほら。ちょっと見てみますか。ドローンが墜落して壊れちゃいました。バラバラじゃん。こんなに大破したんですけど、DJI さんこれ送ったら9万円ぐらいで直してくれて、すごいね、DJI の対応めちゃくちゃいいです。うん、そんなこともね、やっぱ思い出として残せる Vlog がめっちゃいいかなと思います。 Vlog 自体はね本当に楽しいです。もうちょっと撮り方を工夫して、でちょっと横着しないで撮影したらいいかなと思います。で編集の時もやっぱ Vlog なんで、その時の環境要因によっていろいろね、声の入り方とか明るさとかいろいろ変わってくるんで、まあ、編集の時にいろいろ気をつけて上手に編集してあげるともっといい Vlog になるかなと思います。であとね、もう一つ言えるのが、カメラと触れ合う時間をもうちょっと作った方がいいと思います。カメラの特性をこう理解して、瞬間瞬間でその時のカメラが持ってる最大のポテンシャルを出せるように、うまいことこっちでねセッティングしてあげるのが大事かなと思います。で基本的に全てマニュアルのセッティングでやるので、ISO 感度もシャッタースピード、まあ、シャッタースピードは固定だと思うんですけど、シャッタースピードも、まあ、F 値も全部マニュアルで、自分の責任のもとね映像を作っていくので、カメラ任せには、しないできっちりね映像を作っていったらいいかなと思います。はい、じゃあ次の映像に行きましょう。じゃあ最後はね、ポートレート動画ですね。はい。これは今ね、この、α7-3 につけてるレンズ、シグマのね、40mm の F1.4 が発売して、次の日ぐらいに撮影したのかな?その日に撮影したのかな?っていう動画です。で、ポートレート動画で、このレンズの、性能を、こう、皆さんにお見せするっていう目的で作った動画になります。じゃあ見ていきましょう。で、まずね、この段階で言えるのは、すごい、こういいカットだなっていう風にパッと見た時に思いました。ただね、モデルさんが中心からちょっと右側かな、向かって右側にずれちゃってるので、多分ねこの梅田っていう文字を真ん中に置いて、でモデルさんをそこに座ってもらって撮影したんで、モデルさん自体が右側に寄っちゃったと思うんですけど、モデルさんが座る場所を真ん中に基準にしてカメラを置いたら持ってよかったかなと思います。でね、もう一つね、思ったのが、もうちょっとこう、アップ気味で撮ってもよかったかなと思います。でなぜならね、モデルさんの頭の上のところに余計な空間があって、ここは多分動画として必要がないところなんで、そういう部分はね、もうちょっとカットした方がいいかなと思います。うん、それ以外はね、ここを選んだこうセンスとかは結構いいんじゃないかなと思います。はい。これね、全部スローモーションパターンですね。ちょっとね、あんまりメリハリがなくて、ずっとスローモーションしてると、こう、飽きちゃうかなっていう感じがします。で、あとはね、曲に合わせて、こう、カットしていってるんですけど、カットのそのテンポが一定なんで、もうちょっとその、カットの長さっていうんですかね、ワンカットの長さにも、もうちょっとメリハリつけた方がいいと思います。例えば僕が今やるんだったら、もう一回最初見てみると、次みたいな感じですね。うん、もうちょっとねカットにメリハリをつけて、てん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 カットてんカットカットてん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 カットみたいな感じとかでもいいかなと思います。 BGM とかどういう風に見てもらいたいかっていうので、そのカットは決めていったらいいと思うんですけど、ずっと同じカットのこの幅だとあんまり面白くないんで、そこは抑揚つけた方がいいかなと思います。あ、いいじゃん。あ、はいはいはい、白黒から色がこう乗っていく演出やってますね。頑張ってるじゃないですかね。いいね、いい、こう前ボケ、ここね
手すりで前ボケ作って、で後ろにフォーカス合わせてるのはすごい上手に撮ってるなって感じがします。はい、謎の551、ああちょっと明るすぎ、これねちょっと明るすぎな感じがするんで、もうちょっとハイライト抑えるかなったらいいかなと思います。あーいいいいいいじゃん、すごい綺麗すごい綺麗。これはなんかシグマのその 40mm の良さがすごい出てるカットかなって感じがします。すごいね綺麗に撮れてるし、後ろのボケ具合もすごい綺麗です。ただね人がやっぱりこう後ろボケてるところにいっぱいいるんで、座る位置をもうちょっとこう工夫して違うところに座ってもらった方がいいかもしれないです。ここねよく見たら後ろ階段になってるんで、階段のもうちょっと上側の方に座ってもらって、あんまり人が映らないように、座る位置とかも工夫して撮ったらもっといいカットになるんじゃないかなと思います。この辺は多分日が落ちてきてちょっと暗くなってきて、同じ露出で撮ってる と、ノイズが乗ってきたっていうパターンだと思います。多分ね S ログの2か3で撮影してると思うんですが、やっぱさっきと同じように S ログはもうちょっとね気をつけて撮った方がいいです。ちょっとオーバー気味に撮った方が綺麗に色が出るんで、そこはねちゃんと気をつけて撮りましょう。最後のカットだよね、ここはね長い、もっと短くていいです。他のカットも入れた方がいいかなと思うんですけど、多分撮ってたその素材の数が少なかったんで、これを伸ばせざるを得なかったと思うんですが、それだったら BGM をもうちょっと工夫して、もうちょっと短い、BGM を自分で作ったらいいかなと思います。Adobe オーディションでね曲の長さとか変えられるんで、まあそういうこともこの時は知らなかったと思うんですけど、もうちょっとこう素材ありきじゃなくて、編集でもうちょっと上手に見えるようにやった方がいいかなと思います。はい、こんなとこかな。僕が言えるのはもうちょっと練習しましょう。であとスローモーションを使いすぎてて、この 40mm のね良さがあんまり伝わってないかなって感じがしました。まずはねメリハリをつけることと、あと目的がこの 40mm のレンズの良さを伝えるっていう目的で作ってるんで、その目的に沿った、編集とか撮影をした方がいいかなと思います。いかがでしたでしょうか。今日は1年前に作った僕の動画をボロカスに言うっていう回だったんですが、下手くそ、本当に下手です。で特にやっぱりこうカメラに向かって喋るのって本当にねこれ慣れがないと全然うまく喋れないです。これはいろんな人をね僕モデルさんとか、まあ、仕事とかでねこのインタビュー動画を撮ったり、いろんな人にカメラを向けてきて本当に実感してます。自分もまあそうだったんですけど、カメラを向けると全然うまくね喋れなくなっちゃうんで、これはね本当に慣れ、絶対慣れが必要だと思います。なんでねもうちょっとねたくさん場数を踏めばだんだん喋るのも上手になってくると思うんで、まあここはね練習以外にないかなと思います。であとはねカメラの設定がやっぱりちょっといまいちだなっていうところがすごいたくさんあったんで、カメラを触る時間をもっと増やして、あとはねいろんな人の動画を見てカメラのセッティングの動画とかすごいたくさん上がってるんで、自分なりのいいセッティング方法とかをこう模索して試行錯誤していかないとダメかなっていう感じがしました。もうちょっとね大元頑張ってくれ1年。であとはねなんかすごい頑張って映像を作ってるっていう感じはひしひしと感じたんで、このまま1年間頑張って動画を作るともっと上手になるかなと思います。こんなところが1年前の僕にアドバイスできるところかなと思います。これ結構面白いね。なんか人の動画だとあんまりこうガッて言えないんですけど、自分の動画だとね結構言いやすいんで、これからもね定期的にこんなんできたら面白いなと思ってます。じゃあ今日は僕の1年前の動画にダメ出しをする動画でした。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あとこんな動画撮ってほしいなっていうようなご要望があったら、ぜひコメント欄にコメントいただけると嬉しいです。応援メッセージも待ってます。じゃあまた次の動画で会いましょう。ではまた、バイバイ。